1981年のことです。父と2人の親友と私の4人でアラスカへ冒険に出かけました。遠くにある湖に着水し、そこから美しい高地に登る予定でした。一人一人が運ぶ荷物を軽くするために、物資をいくつかの箱に詰め、それを発泡スチロールで包み、目印に派手な色のリボンをつけ、飛行機の窓から目標地点にめがけて投げ落としました。到着後、箱を探し回りましたが、残念ながら箱は見つかりませんでした。最終的にようやく一つだけ見つかりました。その箱の中には小さなガスコンロが一つと、防水シート、お菓子が少し、そしてハンバーグの素が何袋かありましたが、ひき肉はありませんでした。通信する手段がなかったばかりか、迎えが来るのは1週間後の予定でした。私はこの経験から2つの大切な教訓を学びました。1つ目は、窓から食料を投げ落としてはならないということ。2つ目は、私たちは困難に直面するということです。往々にして私たちは困難に直面すると、どうして自分がと考えます。ですがそうしたからといって、決して困難が取り去られるわけではありません。主は問題を克服することを求めておられますし、これらのことはすべて私たちに経験を与え、私たちの益となるであろうと言われています。主は私たちに難しいことをお求めになることがありますが、自分自身や他の人の選択を通して困難に直面する場合もあります。ニーファイはこの両方を経験しています。リーハイは息子たちに金板を手に入れてくるように伝えたときにこのように言いました。あなたの兄たちは私の求めていることが難しいと言ってつぶやいている。しかし私が彼らにそれを求めたのでは決してない。それは主の命令なのだ。またニーファイの兄たちが自分たちの選択の自由を使ってニーファイを束縛したこともありました。彼らは非常に憤り私を捕まえて縄で縛った。命を奪おうとしたのである。ヨセフ・スミスもリバティの監獄で困難に直面しました。助けられる見通しもなく絶望のうちに叫びました。お神よ、あなたはどこにおられるのですか。ジョセフのように感じたことのある人も多くいるでしょう。誰でも難しいことに直面します。愛する人の死、離婚、子供が道を離れること、病気、信仰の試し、失業、またその他の問題もあります。ニール・A・マックスウェル長老の言葉は私を永遠に変えました。長老は白血病と戦っていた時に次のように言いました。私が深く施策を巡らせていた時、次のような教えに満ちた確信を与える言葉が私の心に浮かんできたのです。民を教えるあなたの言葉に重みがあるように、私はあなたを白血病にしたのです。彼はさらにその経験を通じていた祝福について次のように言いました。永遠という偉大な現実に対する観点を持ち、永遠というものを垣間見ることで、次の100メートルがどれほど困難だとしても前進していくことができるのです。そのような観点を持って歩み続け、難しいことを克服するために2つのことを提案します。難しいことに直面するときには、第一に人を許すこと、第二に私たち自身を天父に委ねることです。私たちの困難の原因を作ったと思われる人々を許し、神の御心と和解することは時に難しいことです。それが家族や親友、自分自身が原因の場合は特に心が痛みます。私が若いビショップだった頃、ステーク会長のクック兄弟のお話から許しについて学びました。彼はこのように話しました。1970年代のことですが、私は何人かの仲間と一緒に授業を起こしました。法律に沿わないことは一切なかったのですが、私たちの至らなさと当時の経済的な不評の煽りを受けて授業は失敗しました。投資者の一部がその損失の補填のために訴訟を起こしました。そして彼らの弁護士が私のワードのビショップリックの一員だったのです。私を糾弾しようとしていると考えられる人物を支持することは非常に難しいことでした。私は彼に対して怒りを増幅させ、自分を敵として考えるようになりました。5年の法廷闘争の後、私たちは住宅を含むあらゆるものを失いました。2002年に妻と私は、私が顧問として奉仕しているステーク会長会が再組織されることを知りました。その解任の前に私と一緒に旅行に出かけた時に、妻はもし私が新しいステーク会長に召されたら誰を顧問として選ぶつもりか尋ねました。私は話をしたくありませんでしたが、妻は諦めません。最終的に一人の名前が浮かびました。妻は20年前の苦難の原因となったあの弁護士の名前を挙げました。この時彼こそもう一人の顧問になる人物だという御霊の確信がもたらされましたが、私は彼を許すことができるか分かりませんでした。実際にステーク会長の召しが伝えられた時、顧問を選ぶために1時間の猶予を与えられました。私は涙を浮かべ、主がすでにその啓示を下さっていることを伝えました。
自分の敵だと考えていた人物の名前を告げたとき、私は長い間抱えていた怒りや憎しみ、それは全てのものを失いました。その瞬間、私はキリストの食材からもたらされる平安を学んだのです。言い換えれば、私の師弟会長は心から彼を許したのです。私は師弟会長と2人の顧問が愛し合っていたことを知っていました。私も彼らのようになりたいと思いました。何年も前、アラスカで不運な出来事に遭遇したとき、自分に与えられた環境を他人のせいにしても何の解決にもならないことを学びました。しかしながら、私たちが疲労し、食べ物もなく体調を崩し、ひどい嵐の中でたった1枚の防水シートしかなかったときに、私は神には何でもできないことはないということを学びました。若い皆さん、神は皆さんに難しいことをするよう求められます。14歳のある若い女性がバスケットボールのクラブに参加していました。彼女の夢は高校のバスケットボールのチームで選手になることでした。そんなある日、彼女は両親がグアテマラで伝道部を管理するよう召されたことを知りました。現地で学校に行って知ったのですが、彼女が話せないスペイン語での授業もいくつかありました。また学校には女子のための運動部はありませんでした。彼女はセキュリティの非常に厳しい建物に住んでいました。一番都合の悪いことは、安全上の理由で一人で外出することができなかったことでした。両親は彼女が何ヶ月も毎晩泣き明かしていることを知っていました。二人はそのことで心を痛め、ついに娘を祖母のもとに送り返して、そこで高校に通わせる決意をしました。妻がそのことを伝えるために娘の部屋に入ると、娘がモルモン書を広げてひざまずいて祈っている姿が目に入りました。御霊が妻に、彼女は大丈夫ですと囁き、妻は静かに部屋を出ました。それ以来、泣き明かす娘の声を聞いたことがありません。娘は固い決意としての助けによって以後、大きく過ごしました。伝道が終わるとするとき、娘に専任宣教師になるつもりがあるかどうか尋ねました。娘は、そのつもりはないわ、もう十分に奉仕したからと言いました。私はそれでもいいと思いました。しかしそれからおよそ半年後のある晩、御霊に、私はあなたの娘を伝道に召したという思いを告げられました。私の反応は、天のお父様、娘はこれまで十分に奉仕してきましたというものでしたが、すぐに御霊によって思いを閉ざされ、娘が宣教師として奉仕することを主が求めていると理解しました。まもなく娘を昼食に誘いました。テーブルの向こう側に座る娘にこう言いました。どうして今日こうして誘ったかわかるかい？娘は答えました。わかるわ、パパ。私が伝道に出ないといけないことを知っているので、行きたくはないけど行くつもりよ。娘は自分の意思を天のお父様に委ね、心と精力と思いを尽くして仕えました。ネルソン大館長は全世界の聖書に向けたデボーションで難しいことを求めました。皆さんへの勧めは、世の中から際立ち異なったものになることです。そのために主は皆さんに、外見、言葉、行い、服装においてもイエス・キリストの真の弟子となることを求めておられます。それは難しいことかもしれませんが、皆さんなら喜びを持ってそれができると知っています。人が存在するのは喜びを得るためであるということを忘れないでください。リーハイは困難に遭遇しながら喜びを見出しました。アルマがアモナイハの民のために悲しみに打ちひかれていた時のことを思い出してください。天使が言いました。アルマよ、あなたは幸いである。頭を上げて喜びなさい。あなたは忠実に神の戒めを守ってきたからである。アルマは真理を学びました。私たちは戒めを守るときに常に喜ぶことができるのです。司令官モロデの時代は戦争や問題がたくさんありました。それでも当時以上に幸せな民はかつて一度もなかったことを忘れないでください。救い主自身も困難に遭遇されました。世の人々はこの方を取るに足りないものと判断する。それで彼らはこの方を打ち打つが、その方はそれにも耐えられる。誠に彼らはその方に唾を吐きかけるが、その方はそれにも耐えられる。それはこの方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。その愛のゆえにイエス・キリストは食材を行われました。それは主はこう言っておられます。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。キリストのゆえに私たちも世に勝つことができます。難しいことに直面するときに頭を上げて喜ぶことができますように。この神聖な機会に救い主が生きておられ、ご自身の教会を導いておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。